球に降下しようとするハマーンの艦隊にアーガマは攻撃を仕掛けた。ブライト艦長はアーガマだけでハマーンのサダランを仕留めるつもりだったけど、大気圏突入を予定しながらの戦闘は本当に辛い。そんな中、グレミーに洗脳されたプルが俺の前に立ちはだかる。プルを正気に戻さなきゃ。でもプルのキュベレーは地球の引力に引き込まれていった。うわー、止まらないよ、誰か止めて。キュベレー、プルなのか。プル、地球の引力に捕まったのか。あー、怖いよ、助けて。プル、プル、俺はわかるのか。よし、待ってろよ、今助けるからな。引力に引かれながら落ちるって本当に怖い。プルは泣いちゃうし、地球は真っ赤に燃え上がる。でもゼータのウェーブライダーで大気圏突入に成功。プルも助けたし、俺ってすごい。しかし地球へ降下したネオジオンの艦隊はもうダカールに乗り込んでいた。力ずくで地球連邦にサイド3をよこせって言うんだから、ズーズーしいったらあれしない。だから俺たちガンダムチームはアーガマより先にダカールへ出撃した。初めての地球はきついこともいっぱいあるけど、泣き言ばっかりは言ってられない。リーナ、絶対に助けてやるからな、待ってろ。リーナの地。Thank you.
ネオジオン総帥ミネバザビ秘伝家である。秘伝家は地中圏より遠く離れたアクシズの地より、アースノイドとスペースノイドの融和、そして繁栄を日夜祈っておられた。今日この良き日にダカールの地にネオジオンの足跡を記すことを秘伝家はこの上なくお喜びである。各も盛大にお集まりいただき、秘伝家の後見人たるこのハマーン、秘伝家に代わり地球連邦政府の関係各位に心よりお礼を申し上げる。地球連邦ってザビ家を倒そうとした大人の人たちだったんじゃないの？何なのこれ、みんな嘘をついてる。心から笑ってる人なんてここには一人もいない。リーナ、よく見ておけ。ここにいるのは地球連邦の大人たちだ。彼らは強い者に身を寄せるしか生きる術を持たない連中だ。すぐに慣れる。笑顔だけは忘れないように。はい。ちゃんとやってるんだ。これくらい。
を倒す。ただそれだけ。自分を見失った方が負けるのさ。少年、見つかった。失望したぞ、受動は明日。残念だったな。せっかくのパーティーがめちゃめちゃになって。お前にはわからないのか。このパーティーに駆けつけ、我らネオジオンに尻尾を振る大人たちこそ、この地球を腐らせる根源なのだと。だからって、あなたに正義があるとは思えないな。私はアステロイドベルトで暗く冷たい宇宙を見つめながら何年も生きてきた。その間に地球の愚かな人間たちは何をした。地球再建に奔走するあまり、地球の汚染を顧みず、あろうことか汚染を拡大させてきた。それを許すわけにはいかない。私はお前といるとスラスラと本心を喋ってしまう。不思議なものだ。そんなことを言っても俺はあんたのものにはならない。分かっている。お前には確かにニュータイプの要素を感じるが、お前は流れに乗るということを知らなさすぎる。直感だけに頼っていればいずれ破滅するぞ。ニュータイプなんて知らないね。俺はリーナを助けるだけだ。この後に及んで私の感情で動くとは。はじめは私に期待を抱かせて、最後の最後に私を裏切る。受動は明日、お前もだ。
お兄ちゃん逃げて。リーナ、そういうことか。グレミーは切り札を持っていながら使い切れずにいたか。今度は私がお兄ちゃんを助けるわよ。嫌いだね、そういうベタベタしたのは。続きは天国とかでやるんだな。リーナ、リーナ大丈夫、かすっただけだから。アマン、貴様よくも。なんだこの強烈なプレッシャーは。お兄ちゃん早く逃げないと。そうだな、早くリーナを医者に見せないと。お兄ちゃん、エルたちは戦っている。ガンダムに乗って。ガンダム？みんなパイロットになったの？みんな大丈夫なの？ああ、もうすぐアガマも来てくれる。お兄ちゃんは戦わないの？お前放っておけるか。リーナは余計なことを考えなくていいんだ。お兄ちゃん、みんなが心配なんでしょ？言ってあげて、みんなを助けて。ダメだ、リーナを見捨てるような真似はできない。それじゃあ友達は見捨てていいの？お兄ちゃんは何のために今まで戦ってきたの？お兄ちゃん、すぐ戻る、おとなしく待ってるんだぞ。うん。ユドウメ、ここまで苦労して教育したリーナをむざむざと取り戻されてたまるか。
悲しみを分からないなら、貴様の首いただく。
ダブルゼータ、ここが貴様の死に場所だ。あんたは危険なんだ。悪いけどとどめを刺す、グレミーさん。遅すぎだよ。ハマン、よくも、よくも。この私にこんなにもプレッシャーをかけた。受動アーシタ、貴様は危険すぎる。愚か者め、わざわざ死にに来たか。What?
我々の邪魔をする者は許さん。こっちは戦争なんてしたくないってのに。嘘だろ、リーナ。ジュド、リーナがどうかしたの？ねえジュド。まさかリーナがあの建物に。怪我をして休ませてた。リーナが中にいたのか。本当に死んだの、リーナ。そんなの嘘だよね。ジュド、もうすぐ敵の援軍が来るわ。引き上げないと。いやだ、リーナはまだどこかで生きてるかもしれないんだぞ。俺の助けを待ってるかもしれないんだぞ。めめしい真似はやめなさい。感傷に溺れてると今度はあなたが死んじゃうのよ。昔の人はもっともっと理不尽なことで死んでいったわ。それこそ何千何万という人々が愚かな命令で訳もなく殺されて、それでも耐えたわ、こらえたのよ。そんなの受動に関係ないもん。関係あるわよ。これは戦争なんだもの。戦争？そうよ、これは戦争よ。悔しかったらもう一度戦う気力を取り戻して。受動、アーガマに戻ろうよ。私はリーナの代わりにはなれないかもしれないけど、元気のない受動なんて受動じゃない。いつの時代も子供が戦争の犠牲になるのかよ。